皆さんペットドアってご存知ですか？通称キャットドアとも言うらしいんですけど、こういうねドアに取り付ける猫がとかワンちゃんが通り抜けできる猫用のドアですね。それをちょっと今回作りたいなと思って。何しちゃうの？ケチおいでよ。まあただね、商品を取り付けるわけではないんですけど、今回うちの子たちがどんな反応するのかとか、本当に使ってくれるのか、どれぐらい使ってくれるのかをちょっと見たいなと思って、プチ、DIY したいと思います。欲しいんだよね、正直。欲しいんだけど、賃貸だとやっぱやりづらいとこがある。まあでもできる範囲で、うちだったらこうやって、まあカーテン風にしたりして対処してるんですけど、まあなんでやってるかって、こうやって、冬とか夏って冷暖房がね効かなくなったりするじゃないですか。そのずっと開けっぱなしだと猫ちゃん開けれても閉めれないんで、うちのマロンくんはねすごい閉まってる、完全に閉まってても、ね、開けたりするんですけど、そう閉めてってくれないしね、なんなら走ってダダダダとこうねじゃれたりしてる時とかめっちゃ開くし、まあ、猫一人分開けてたりするんだけど、まあなんでちょっと今回は一番防音性にもねドアって優れてるじゃないですか。まあそういった意味ではキャットドアって最強なのかなと思って、ちょっとね作ってみたいなと思って出来心でやってみます。ちょっと閉じ込まっちゃうよ。ちょいいの。お姉ちゃんがいなくなった。マロン、ちゃちゃ来てよ。こっち行けなくなっちゃった。ちゃ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 行けない、帰れなくなっちゃった。でもこの高さだから飛んでほしいな。怖いかな、飛ぶの。扉にはじゃじゃん、これを使います。クリアファイル、こいつでね切っていって扉にします。仕事的にはよ、作業できないよ、そこに座ってたら。ねえねえ、作業できなくなっちゃうから、どうしてんのか。おばあちゃん、新しいの作るよ。なんて言えばいいの、こういう時。言ってください、言ってください。ああ、沈んでまた。ありがとう。はい、できました、できました。キャットドア即席だけどクオリティはそこそこある。いけるよ、マルン君、これこうやってやったら。ほら、最初ね行くんかなっていう感じだよね。ちょっとこっち気になっちゃう。片付ける、片付ける間に行っちゃいそうなんだよな。マルくん行く？行けますか？見てください。
ってみ、まるくん。お、お、お、いけるか、いけるか、まるくん。上もカーテンを垂らしていい感じになりました。あ、ちゃちゃ行く、行っていいよ。最初やっぱ戸惑うんだね。戸惑いだよね。どうやって行くのってね。これね、こうやってこうやって開くんだよ。こうやって見てごらん。あれ、こうやってペローンってできるから簡単に。こうやってだいたいね、キャットドアって透明になってんだよね。かわいいよね、そっちの方が。向こうから来てるの見えるとか。チャチャ、何戸惑ってんのよ。戸惑いのチャチャ。違うとこで遊んでる、マロン君。何、お姉ちゃんと遊んでるの、そっちで。違う違う、チャ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 、違う。チャチャ、こんなとこにいたの、こんなとこにいたの、チャチャ。マロン君、マロン君、おいで、帰ってこれる。チャチャ、何隠れてんのよ。そこそこだよ。来た来た来た。マルク早い早いよ。チャチャおいで。チャ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 、マロクマロ、チャチャこっちおいで。うわ、来た来た来た、すごいすごい。チャ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 、遊べば来るんだ。遊べば来るということが発覚した。おいで。どうやって入ったのか分かんないでしょ。ちゃちゃ、どうやって入ったのか分かってないよ、絶対。本能で来ちゃったもん。ダダダダとか言って。これどう？こんなすぐ来れるな。普通に来てほしいな。なんかドアをくぐったんだよっていう風に来てほしいな、せっかくだったら。ちゃちゃ、それは押したらな。手押したらな。こうやって、こうなるんだ。こうやって。うわわわ。はい。早いよ、チャチャ来るの。チャチャ来たらおしまいにしよう。マロン君はもうなんか普通に反則しちゃったから。マロン君反則だよ。マロン君がじゃあ来れるんだよってとこ見せて。簡単だよっていうとこ見せて。もうバリケードみたいに使ってんじゃん、チャチャ。使い方よ。本来の使い方としては、あなた猫用のドアなんです、それ。はい、こういった形でご利用ください。そっち向きに折り込んでもいいですよ。これがあんま透明感ないのかな。かわいいな、チャチャは。なんでそれ来ないの。来た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 。あ、来れたじゃん、チャチャ普通に。あれあれ、何これ、私出てこれちゃったの。やった、出ちゃった出ちゃった、チャチャ。はい、ご褒美ご褒美ご褒美意外となんかこういうおもちゃレーザーポイントだし、マロン君は猫じゃらしだし、でも本能的にこう追ってくる感じでズドドってこう突き進んでいったけど、なんだ、一応透明なのかな、猫としてはこれ。うん、色がさ、この色は見える見えないとかあるけどさ、なんかそのまま突き進んでいったから、なんか壁とかに別に進まへんじゃん、猫って。でもそういう意味ではなんだろう、この子たちは、このなんだろうな、透明なものってやっぱ透明っていいのかもね。向こうに猫が行きやすいっていう感覚になってるのかもしれないね。ねえ、ちゃちゃ、はい、毎回ちょっと告知になるんですけど、ツインズミュージアムが12月14日土曜日に開催されるので、気になった方はね、ぜひ概要欄見てみてください。チケット発券できます。マル君、反則だっちゅうの、それは反則やっちゅう。